私たちがもし充実した人生を送りたいと願うのなら、最も重要なことは自分が変わる決心ができるかどうかである。健康でなければ与えられた使命を果たすこともできないだろうし、当然のことながら充実度も低くなるだろう。こんにちは、本解説チャンネルのサメです。今回は南清隆さんが書かれた40歳から食べてはいけない病気になる食べ物という本を解説します。この本はこんなあなたにおすすめです。残酷な真実を知る勇気がある。食材の栄養を無駄にしたくない。最高の脳と体のコンディションでいたい。そんな方におすすめの本です。タイトルには40歳からとありますが、本書は年齢問わず幅広い方に知ってもらいたい衝撃的な事実が書かれていますので、ぜひご覧ください。本書ではフードプロデューサーの南清隆さんが現代に生きる日本人の食生活の在り方を再考し、人生の質を高めるための食事について解説しています。様々な問題提起により、自身の食生活を見直す良い機会になること間違いなしなので、とてもおすすめの本です。というわけで、この動画では1、日本が直面している危機、2、食べてはいけない白い悪魔、3、自分への投資という順番で解説していきますので、ぜひお楽しみください。1、日本が直面している危機。日本が今直面している危機というのはこのようなものです。国民一人が平均して年間30万円も医療につぎ込んでいる。日本人の多くが長生きした人生の終末の10年前後を不健康な状態で過ごしている。現役を退いて病気がちになった時、今のような医療の加護が受けられないというようなものです。悲しい現実ですが、今や日本は国民の5人に1人が糖尿病、またはその予備軍だと厚生労働省が発表しています。糖尿病はかつては贅沢病などと言われ、食生活の豊かな富裕層に多い病気とされていました。しかし近年ではむしろ貧困層に多いことが大きな問題となっています。糖尿病患者の多い国は国民の生活レベルに問題を抱えている国ということです。糖尿病というのはそう簡単にかかる病気ではないので、5人に1人という発症の頻度は今日本が相当異常な事態にあるということを証明しています。またそれだけでなく、日本の場合、生活習慣病の代表格とされるがんにも一生のうちに男性 60%、 女性 40% がかかっています。国民の3人に1人はがんで死んでいる。これはもちろん死因のトップです。さらには国民の2人に1人は何らかのアレルギー持ちです。これも簡単に他の国と比較することはできませんが、国民の半分がアレルギーを持っている国、これはなかなか深刻な問題です。あらゆる問題を抱えた結果、日本は今年間にかかっている医療費が40兆円近くあり、国民1人が平均して年間30万円も医療につぎ込む国になっています。アメリカでは早くも1970年代に生活習慣病による医療費の増大が財政を脅かす大問題となり、病気が減らない原因を探るための調査が大々的に行われました。その調査結果をまとめた有名なマクガバンレポートの中で、1977年の発表当時すでに、がん、心臓病、脳卒中などの生活習慣病は、現代の食生活が原因になって起こる、食原病であると結論付けられていたんです。これは食事と病気との関連が公的に初めて明らかにされた画期的な報告でした。当時民主党の副大統領候補でもあったマクガバン氏は、このレポートの中で、それまでのアメリカ人の食生活を、もろもろの慢性病は肉食中心の誤った食生活がもたらした食原病であり、薬では治らないと断定しました。そしてアメリカ人は生活習慣病の根源であるこれまでのような食習慣をやめ、野菜中心の食生活に改めるべきであると指摘し、穀物を主食として豆類、野菜、海藻、それに小魚や貝類を少量添える、このような元禄時代以前の日本の食事こそが人類の理想食であるとも述べました。それから40年近くが経過しましたが、このレポートを受けて国を挙げて食生活の改善に地道に取り組んできたアメリカでは、ここ20年で 22% がん死が減少したそうです。一方日本はというと、その1977年に平均寿命が世界一となっています。以後も男女とも着々と平均寿命を伸ばし続けてきました。しかしその一方で、健康寿命と呼ばれる数値は意外と低くて、平均寿命から健康寿命を引くと男性で9年、女性で12年となっています。これは日本人の多くが長生きした人生の終末10年前後を不健康な状態で過ごしているということです。問題は、私たちが現役を退いて病気がちになった時、今のような医療の加護が受けられなくなっているということです。今でも年間40兆円もの国民医療費の約 55%、 つまり半分以上は65歳以上の高齢者が使っており、今後はその割合がもっと大きくなっていくはずです。それなのに医療費を負担する若者はいなくなっていき、ますます労働者人口が減り、激減した若者が激増した高齢者の負担を負う時代になります。では続いてに、食べてはいけない白い悪魔。ここで言う白い悪魔とは、白米や小麦粉などの極度に精製された炭水化物と白い砂糖のことを指しています。このような白い悪魔を食べると、急激に血糖値を上げ栄養素を浪費する。急激に血糖値が上がると、体が様々な反応をしなければならなくなり、
その結果の一つとして糖尿病に近づく生体反応が起きるというようなことがあります。これらの白い悪魔は単純炭水化物と呼ばれる物質で、カロリーはあってもビタミンやミネラルなどの栄養素を含みません。英語ではエンプティーカロリー、つまり空のカロリーと呼ばれており、重要な栄養素が全くない、体には良くない食べ物なんです。単純炭水化物はカロリーだけはあるので、ブドウ糖には分解され、体に吸収されて血糖値は上がります。ブドウ糖をエネルギー化するためには、ビタミン、ミネラルなどの栄養素が必要ですが、何しろ栄養素は空なので、これをエネルギー化するためには、他の食品から取った栄養素を使う必要があります。そういうわけで、空のエネルギーを食べると、急激に血糖値を上げるだけでなく、栄養素を浪費してしまうんです。さて、白い悪魔の正体が分かったところで、白い悪魔と並んで糖尿病の原因になるものをあと2つ紹介します。それはトランス脂肪酸とクロム不足です。まずトランス脂肪酸について。トランス脂肪酸とは、マーガリンやショートニングといった油脂類、またそういった油脂類を使った菓子パン、スナック菓子などに大量に含まれているものです。トランス脂肪酸は健全に体を維持するために必要な体内調整物質が体の中で作られるのを阻害します。ファストフードやファミリーレストラン、コンビニで売られているものを無自覚にたくさん食べていると、このトランス脂肪酸をとんでもない量取り込むことになってしまいます。その結果私たちの老化が早まり、病気に近づいてしまいます。世界保健機関 WHO が定めている1日のトランス脂肪酸の摂取限度量は 2g です。しかもこれは大人の限度量です。子供がもし人気のチョコレート菓子を一箱食べてしまったなら、それだけで1日の限度量になってしまいます。私たちは本来、食べるものでエネルギーを得て、体の細かい不具合を修正し、成長させ、整えてきました。ある意味で食事を薬として生きてきたんです。ところがコンビニ弁当はどんなに高額なものを食べても薬にならないどころか、かえって私たちの体に多大なダメージを与えてしまいます。食べれば食べるほど体の調子を損ない、もともと持っていた自己修復能力さえ働かなくさせてしまうんです。そして糖尿病の原因になるもう一つがクロム不足です。クロムとはミネラルの一種で、ブドウ糖が細胞に取り込まれるときに開閉するドアの鍵を開ける役割をします。不足するとこのドアが開かなくなって、血中にブドウ糖が溢れてしまいます。そのままにしておくと、やがて血中に溢れたブドウ糖の腐敗が始まり、それは体にとって恐ろしいことであり、ブドウ糖を尿に混じらせて排泄するという作用が起きます。この量が著しくなるのが糖尿病です。例えば清涼飲料水をよく飲み、スナック類、菓子類をたくさん食べながら、食事は加工食品で済ませるというような生活をしていると、クロムを浪費だけして補充しないので、クロム不足に陥ってしまいます。またクロムは同時に体内でインスリンの分泌量もコントロールしており、非常に重要な役割を果たしています。クロムという栄養素の不足が糖尿病の増加に深く関わっていることは認識しておきましょう。というわけで、こちらでは白い悪魔の正体に迫るとともに、それと合わせて糖尿病の原因となるもの2つについて解説しました。では続いて3、自分への投資。結論、食の質が高ければそれは自己投資になります。自分という資産は投資すればするほど必ずリターンをもたらしてくれます。私たち日本人は戦後の約70年間で大きく食事内容を変化させてきました。これほど短い期間にこれほど多く食事の内容を変化させてきた民族は世界的に見ても日本人の他にはいないそうです。人類全体を見ても、産業革命以前の食事の変化のスピードはとても遅く、変化が急激でなかったからこそ体の方を合わせることができたと言えます。問題は私たちの意識です。本当は意識が変わって行動が変わるというのが理想ですが、先に行動を変えるという手もあります。まずはコンビニの食品は食べない、ファストフードの店には行かない、カップ麺は食べないなど、できることはいくらでもあります。無理せず自分のペースで少しずつ行動を変えていきましょう。私たちはもう食事というものを単なる消費と考えてはいけません。食の質が高ければそれは投資になるからです。コンビニ弁当やお惣菜、ファストフードやファミリーレストランの食事のようなものは単なる消費でしかなく、投資にはならないことを肝に銘じておきましょう。そして投資である以上、リターンが見込めなければ意味がありません。自分という資産は投資すればするほど確実にリターンをもたらしてくれるでしょう。私たちが生きていく上で大事にしなければならない資産の第一が自分であることを意識していきましょう。自分というものがなければ世界を認識することができず、そもそもこの世界自体が存在しないとも言えます。まずは変わろう。著者はこのようなメッセージを強く主張しています。頭では分かっていなくても、日本人の体はこの70年の急激な変化に耐えるのはこれ以上無理だと悲鳴を上げています。それが冒頭でも説明したあの膨大な国民医療費になって現れているわけです。もちろん環境やメンタルの問題など他にも様々な要因があるのも事実です。しかし背景に何より大きく横たわっているのは私たちの食事内容の劇的な変化でしょう。著者の勧める食事法を実践している人たちが口を揃えて言うのは、まず自分の体が健康になる、
家族も健康になる、そして食費も抑えられて、かつ料理が簡単になるということだそうです。多くの人に現状を知ってもらうと同時に、それまでの食事スタイルを変えていってほしいというのが著者の願いです。はい、ではこのあたりで最後に内容をまとめます。 1. 日本が直面している危機。日本は国民一人が平均して年間30万円も医療につぎ込んでおり、長生きした人生の終末の10年前後を健康な状態で過ごしている。 2. 食べてはいけない白い悪魔。白米や小麦粉などの極度に精製された炭水化物と白い砂糖などの単純炭水化物をやめるべきである。また糖尿病の原因となりやすい単純炭水化物の摂取、トランス脂肪酸の摂取、クロム不足を防ぐことが重要である。 3. 自分への投資。食の質が高ければそれは投資になる。自分という資産は必ずリターンをもたらしてくれる重要な資産であるということでした。今回紹介した本、40歳からは食べてはいけない病気になる食べ物について、まだまだ紹介できていない部分が多いです。おすすめの本ですので、ぜひ読んでみてください。いつも通りリンクは下の概要欄に貼っています。というわけで、今回の知識が何か少しでもあなたの人生の役に立てれば幸いです。ビジネス図書館東京はですね、本要約の動画配信サービスでございます。動画のナレーションを務めるのはチャンネル登録者数55万人の学識サロンや48万人のサムの本解説チャンネルなど実績のある YouTuber たちなんですね。1動画15分、300本以上の動画を学びたい目的別に分けているので、忙しいビジネスマンでも効率よく学べます。ビジネス図書館東京は月額500円から今なら30日間無料でお使いいただけます。ぜひお試しください。